東方神起カツチャリしたいと思います。こてっちゃん何なりですけど、どうして君を好きになってしまったんだろう。どんなに君が流れても君はずっとここにいると思ってたのに、でも君が選んだのは違う道。どうして君に何も伝えられなかったんだろう。毎日毎晩募ってく思い、溢れ出す言葉分かってたのに、もう届かない。初めて出会ったその日から君を知っていた気がしたんだ。あまりに自然に溶け込んでしまった二人、どこへ行くのにも一緒で、君がいることが当然で、僕らは二人で大人になってきた。でも君が選んだのは違う道。どうして君を好きになってしまったんだろう。どんなに時が流れても君はずっとここにいると思ってたのに、もう叶わない。特別な意味を持つ今日を、幸せが溢れ出す今日を、綺麗な姿で神様に誓ってる君を、僕じゃない人の隣で祝福されてる姿を、僕はどうやって見送ればいいのだろう。もうどうしして君を好きになってしまったんだろう。あの頃の僕らのことをもう戻れない、考えた、もう戻らない、考えた。どうして君の手をつかめばいなかったんだろう。どんなに時が流れても君はずっと僕の横にいるはずだった。もう叶わない、それでももう君が僕のそば離れていっても、永遠に君が幸せであることをただ願ってる。たとえそれがどんなに寂しくても辛くても。